野がボールを取りました。片山ボール突破、16番の松本に出す。さあ中央には鎌本がいる。左には杉山です。鎌本にボールを出しました。ああ宮本照樹が後ろから上がってまいりました。さあ左には杉山、さあいい形になった、いい形になりました。さあ右から振った鎌本のところヘッディング、中央はまた杉山がボールを取る。杉山がボールを取りました。宮本照樹にボールを出しました。さあロングシュートだ。左です。左に外れました。24、5メートルございます。中央から宮本照樹がロングシュートを打ちましたが、しかし左に出まして、メキシコのボールキックに変わっております。松本から出まして左に振りました。杉山から中央に出るところ鎌本がマークされておりますので、後ろから上がってまいりました。宮本照樹が取りました。そしてまた左左右に振りまして、結局宮本照樹がシュートを打ちましたが左に外れまして、今メキシコのボールであります日本陣地に入りました。11番のピストリノがボールを持ちました。さあ日本、宮本照樹がインターセプトしてボールを取った鎌本から左の杉山に出ました。さあ鎌本が走る。さあいい形になる。左のコーナーあたりまで深く入りますが、おうまい。15番の鎌本が1人かわしました。14番をかわしました。さあ中央には渡辺が深く入りました。右の方には松本、左の杉山に出ました。さあ中央に鎌本が割って入る。さあ杉山が1人かわす。さあかわせるか、ここでゴール前に出した。ヘディングだ。さあいいシュートだ。決まった。鎌本のシュート決まりました。前半の18分、日本一戦線いい形でした。左45度から杉山が出しました球、一回お腹でトラッピングした。その後ろには誰もいない。狙い撃ち、右隅に決まりました。前半の18分、日本一戦線1対0、日本リードを奪いました。いい形でした。前半も間もなく38分でございます。間もなく38分、今ローキックを行いました。鎌本にボールを出します。鎌本がボールを取って右に振った。松本にボールを出す。1人かわしました。13番の渡辺上がる。2番の片山バックパス。さあ大きくキックいたしますと、前にボールを出そうといたしましたが、向こう側タッチラインを割りまして、メキシコのスローインであります。5番のペラスがスローインいたします。それをゴールキーパーに出しました。ゴールキーパーに出しまして、ゴールキーパーがまたスロー。14番のサンチェスにボールを出しました。ドリブルして前進いたします。中央ハーフラインを越えまして日本陣地に入りました。メキシコ拍手が鳴ります。メキシコに声援を送ります。スタンドのお客さん大変な数になりました。7万8万でしょうか。さあ日本がボールを取りました。杉山に出す。杉山懸命に走れ。さあ走りました。こちらのタッチラインうまく回り込んだ。よく杉山がボールを取った。トラッピング失敗。ああ1人かわす。さあ面白い形になる。ノーマークの状態になる。カウントにボールを出す。トラッピングした。さあ打てシュート決まった。決まりました。2点目。前半39分、いい形でした。杉山が1人かわしました。そして中央に鎌本が入っておりました。1回トラッピング、左でシュートを決めました。左隅、今度は左隅、大喜びの日本。39分、また鎌本が1点決めました。同じような形でした。杉山が左から出しました球、2対0、日本がリードを奪いました。日本リード、2対0で日本がリード。前半は18分、それから39分、いずれも鎌本が決めました。2対0、日本のリードであります。メキシコのボールであります。日本陣地に入りまして、今度は左5番にボールを出しました。そして前にボールを出しました。ゴール前にボールを出した。さあヘッディング合うか。さあゴールキーパー大きなクリア、大きなクリアいたしました。うまく大きなクリアいたしました。メキシコはこれは後ろから引っ掛けられたからペナルティーキックではないかというふうに抗議を行っております。あ、やはりペナルティーキックですか。危ない。これは日本ペナルティーキックです。後半の1分、10番が蹴ります。ペレザ、10番のペレザ。先だってのブルガリア戦にもハンガリー戦にも日本は2つのペナルティーキックを与えてしまいました。さあゴールキーパーの横山が構えます。10番のペレザがペナルティーキックを行います。さあ、どこにどういうふうに蹴りますか。さあ、今蹴りました。ゴールキーパー取った。日本取りました。横山よく取った。おぎが肩を叩いて喜んでいます。おぎが横山の肩を叩いて喜んでいる。うまく取りました。後半はほとんど日本人で試合が進んでおります。メキシコのボール、14番が取りました。サンチェスが右に振りました。さあ、どこにボールを出すか。6番に出しました。6番が右のコーナーあたり深く入っています。レゲイロ。さあ、日本ピンチ。しかし、うまくクリアいたしました。鎌田がクリアいたしました。さあ、もう一回シュートだ。メキシコ、もう一回シュート。さあ、ここで19番、ノーマーク。日本助かった。ボールが左に出ました。19番のエルナンデス。誰もいない。ノーマークでした。慌てました、エルナンデス。左足でシュート。横山ももう完全に巻いたといったようなジェスチャーでしたが、
走の右回りました。後半の39分、この辺日本ついている。とにかく後半1分にペナルティーキックを取られました日本でございますが、そのペナルティーをうまく切り抜けました。横山の候補で切り抜けましていいというものはよく日本守っています。さあスタンドから座布団が飛んでいます。私たちの放送席の上、2階席、3階席からも座布団が飛んでいる。12番の宮本照之がスタンドに大きくボールを蹴り出しますと、またスタンドが荒れております。またスタンドが荒れております。スタンドでボールがあっちこっちもて遊ばされておりまして、なかなかスタンドにボールが返ってまいりません。新しいボールで試合が再開されました。メキシコのスローインであります。大きくクリアいたしました。大きくクリアいたしました。日本であります。また日本陣地だ。また日本陣地。中央であります。ボールの取り合い。ほとんど私の時計では時間はございません。主審も時計を見つめております。主審も時計を見つめております。後半、ほとんど時間ない。さあ、日本が2点を守り切った。試合終了。試合終了。試合終了。2対0、日本勝つ。銅メダル獲得。第3位決定。日本のイレブン、肩を取り合って喜んでいる。肩を取り合って喜んでおります、日本。ついに日本サッカー、第3位を獲得いたしました。銅メダル決定。銅メダルを決定受けました。日本のイレブン、大喜び。ついに、第19回、メキシコオリンピックにおきまして、日本、サッカー、メキシコを下しまして、2対0で下して、第3位、銅メダルを獲得いたしました。カモさんおめでとうございました。どうもありがとうございます。カモさん大活躍で日本第3位を決定したんですが、決定した瞬間 の, 2点ですね、はい、やはりカモさんを決めましたんですが、はい、2点目の時はどういう感じですか。2点目はバックの足に当たるんじゃないかと思ったんですけども、ちょうどバックがこうタックルに入ってきて、またのちょうど股下を通ったんじゃないかな。キーパーたちはちょっと見えにくいボールじゃなかったかと思います。もう2つとも完全にクリーンシュートですね。日本が取りました得点は9点で、そのうち7点が鴨さん、まあ、日本としてはやはり鴨さんに全部このボールを集めるという作戦だったんですね。まあ、そのボブに最終的に出てくるパスと、うん、それからボブの方に出てきてもう一つそれを折り返したボールを誰かが決めるという、うん、初めっころはちょっとそのフォローが足りないというか難しかったですね、うん、日本としては。そうですね、カモさんもガチューマークされて井口の動きは非常に難しかったじゃないですか。でやはりハンガリーの試合なんか非常にやりにくかったですね。ハンガリーは5対0と負けてですね、ちょっと負け方が気になりましてね、3位決定戦に響くんじゃないか、私は報道から見ておりました、深見さんですが、どうだったんですか、あの時のコンディションですか、皆さん。非常にやはり重かったんじゃないかと思いますね。まあちょっとやっぱり共産圏相手には最初から勝てないんじゃないかというようなあれがあったんですけどもね。今度もまた東欧諸国の優勝になってしまいますね。確かにね。しかし、まあ日本のね3位というのはもうこれ非常に、まあ予想以上の成績なんですけども、はい、メキシコとの3位決定戦ですね、もうスタンド全てがもう全部メキシコだったですね、やりにくくなかったですか。で別にやりにくいっていうことはなかったんですけどもね、こう非常にメキシコの選手がミスを重ねに従って、観衆がだんだんと日本を声援してくれるっていう具合に変わってきましたんですけどね、別にそれはなんとは思わせなかった。一番苦しかったのはやはり第一戦ナイジェリアさんですか。調子がまだあんまり、そうですね、あの時も苦しかったですけども、全部そうですか。やはり鴨さんが出した球を今度は渡辺さんがフォローして、1対1の引き分けが同じですね。これは非常に大きかったですね、日本にとっては。そうですね、あれがやはり決勝トーナメント出るきっかけを作ったんじゃないかと思います。で鴨さん自身コンディションは最高だったですか。いや対決の時ちょっとやはりメキシコの時にいや、ハンガリーの時にちょっと足蹴られたので、ちょっと走れなかったんですけど、全体的に非常にコンディションが良かったので、皆さん、非常に全部、他の方も全部、コンディションの調整は非常にうまくいったっていう。そうですか。クラマーさんがね、ちょうど私たちと同じホテルなんですけれども、日本の今度のサッカーはね、ファイティングスピリット、それがもう今までにないね、非常にいいと、それが一つの日本の好調の原因だと言ってましたけどね。カモさんどう。やはり
そう、まあ、それから非常によくあの走りましたし、あのそういうことが非常に良かったです。下の3位決定した瞬間、皆さんも抱き合って大喜びだったんですが、あの時の感じて今でも思い出してなんか人生ともなりますか。そうですね、あれまあ非常に日本のなんていうんですか、ちっちゃな方から、うん、大きな方までね、うん、こう非常に声援していただいてる、まあ最初の頃はこう恥ずかしくない試合をするっていうだけで、ただベスト8に残ればいいんだっていうような気持ちがだんだんとこう、ただ欲が出てるじゃないですかね、ことになってきたんですけどもね。しかし、3位決定したあの瞬間というのは、私たちも放送席にとりますと、もう皆さん、我を忘れてですね、喜んで、もう集まって、3位で、これ、胴上げになりましたね、もうこれはもう、初めから決めていましたか。いや、そんなことは、もうみんなが、なんとなく集まって、もう、監督の胴上げね。そうですか。どうも、おめでとうございました。ありがとうございました。写真一枚ちょっと、ご覧ください。長山さん。はい。大変失礼な話なんですが、はい、日本出る前の予想以上といいますかね、はい、大方の味方の予想以上の好成績、第3位銅メダルという、はい、まあ大変なんですけども、長沼さん、このオリンピックに臨む前に、はい、こういったその成績予想されましたですか。いや、サッカーってのはやっぱり一番予想しにくいだと思いますね、それで悪くすれば予選リーグ全敗するし、はいはい、なくすれば予選リーグ全勝できる、そういうふうな、まあ、言ってしまえばそういう感じでしたので、ですから何しろ第一戦が非常に大事だと、ナイジェリアをスムースに乗り切ればですね、いけるんじゃないかという気持ちは持ってましたけどね、まあ、ナイジェリア初戦を3位で勝って、はい、まだまだ日本としてはあの試合は最高潮と調子がもうできたという感じじゃなかったですね。それはやっぱり開幕戦というのは大事なことになりますね、ブラジル戦第2戦の1点先取されて、はい、後半のギリギリ37分でしたか、同点に持ち込んだ、あの時の長沼さんの気持ちというのはもう本当に嬉しかったでしょうね。そうですね、やはりコーチということでね、スタミナというのはみんな心配されてたんですけども、今シーズン、あの試合ももちろんですけどね、他の試合も全て後半戦の方が日本の選手は元気です。あ、そうでしたね。そういう意味で非常にいいコンディションで、まあ、戦えたということが大きいんじゃないかと思いますね。あの時は鎌本に出た球を渡辺がフォローして、はい、まあ、決めたわけないんですが、鎌、はい、本がもうなんかこう第2戦ブラジルあたりからマークされ始めてきた、はいはい、ということで、やはり作戦的にもその後のフォローっていうものをやはりかなり注意されましたですか。やはり鎌本君、まあ、大きいだけじゃなしに、うん、今大会屈指のストライカーというね、非常に注目を浴びて、あそこにはいつも2人いるんですよね。そうですね。だからって、まあ、彼のところでボールを集めても、うん、彼にそのままシュートを期待するのは無理だと。だから、まず彼が競ったところへ、うん、落下点へすぐ入ろうと、はいはいはい、まあ、そういう意味からいけば渡辺君っていうのは非常にいい感覚だと。ちょうどあれ 1,2 分前に、ベテランの渡辺に変えたところが、まあ、非常に良かったね、まあ、考え当たるっていうのは珍しいんでしょうけどね、とにかくうまくいきましたですね。で、まあ、スペイン戦でですね、第3戦引き分けて、はい、もう自力でブラジルの成績を待たずして、はい、もう決勝トーナメント進出を決めた、はい、まあ、最初最初のスペイン戦もチャンスがございましたですね、まあ今だから言えるんですけど、はい、私たちはスペインの試合にはね、勝ちたくなかったんです、うん、勝ってしまうと、ああ、トップになっちゃう、奥へ出てですね、プレーボラーに出かけてって、しかも地元のメキシコでやると、うん、この振りを考えたわけです、はい、ですから動かないでアステカでフランスを当たるという方を我々は自ら選んだわけです、うん、ああ、意識的に、はい、ああ、そうですか、そしてもう準々決勝のフランス戦、はい、これはもう日本にとってはもう何て言いますか、最高の試合じゃなかったですか。今年の後半の戦がね、後半で思うつぼというか、やりたいことが全部できた試合ですね、うん、前半ちょっとオフサイドばっか下がらなくて、意識的に日本のオフサイドを取られまして、はいはい、ちょっとボールの出す位置というのが日本の中盤なんかこう戸惑ってたというふうな感じで、まあ十二分にね、読み切ってスタートはしましたけど、ね、やはりまっすぐに出るパスが多かったんですね、はいはいはい、それでオフサイドにどうしても引っかかる、うん、それをクロスに行こうということが後半、はいはい、切り実りました、ね、あ、左から右とかですね、ああいうボールを上げられると、ああいうラインディフェンスといいますか、うん、オフサイドブロックとか、そういったようなディフェンスはやはり非常に大きなピンチを招くと思うんですね、うん、そうですね、それも破ればおしまいですからね、そうですね、はい、
そして準決勝のハンガリー、はい、これはもう前回大会優勝の、まあ、ハンガリーということで、はい、これはもう後半特にもうハンガリーベースになってしまったという感じでしたので、はい、まあ力の差がね、あれほどあったとは言いませんけども、はい、相手のメンバーが何勝メンバーですわ、たくさん点を決めた6番は、ね、もう投下したら、うん、リオデジャネイロで世界選抜軍隊ブラジルのやつですね。その世界連覇に入ってる男です、うん、それからライトフルバック、まあ、あのキャプテンね、ノバック、あれもチリからロンドンのワールドカップに出場してる選手なんですよ、そういった意味で、ハンガリーってのはオリンピックレベルではないですね、ワールドカップレベルの選手が、かなり含まれておるということで、我々としては真っ向正面からぶつかりましたけども、やはり玉砕という意味ね。まあ、それにしてもまあ人間ってのは欲なもんでね、はいはい、なんとかこのハンガリー攻めて引き分けるとも抽選にでもというふうな、もうスタンド、我々の放送席、あるいは新聞記者でいきますと、もう自分の仕事を忘れて日本に声援したわけなんですけど、はい、まあ、結果的には入ってこないと思う。3位のメキシコ戦で、地元で、これはもう捨てた競技場を上げてメキシコになるであろうと、はい、うん、日本としては戦いに行くんじゃないかというふうな、まあ、見方しておりましたが、はい、そうですね、もちろんメキシコが優勢である限りにおいては、あのファンは全部メキシコの応援に入りますね。しかし、ひいきの引き倒しってこともまたあるんですね。これは世界中どこの国でもあることで、もし日本の方がうまい試合運びをするで、メキシコがもたもたしたらですね、あのファンはですね、メキシコの敵に回るに違いないということを我々はミーティングで言いました。ああ、そうですか。それがまたその通りになりましたね。うん、そうですね。あのでも日本の応援団になった後半に1分、はい、例のペナルティーキックを横山がよく取りましたね。あの時はもう向こうがカチカチになってまして、むしろ横山君がこれは自分の左手の方に来ると判断したというんですが、そういったやっぱり1対1でもって、相手を読み勝った方っていうのはやっぱりペースを握った方って、後からね、はい、テレビのスロービデオに撮りました、はい、2番の例のペナルティーキック、はい、スタートを切った瞬間には、ね、横山はもう左に飛んでるんですね、だからもう完全にまあ読み勝っていたそうですね、ということですね、はい、あれがやはり直接的には第3位を決めたそうかもしれません、はい、この時代ということは言えるかもしれませんね、はいはい、そしてまあ皆さんあの時の試合私たち見て感激したのは、もうみんな抱き合って喜んで、はい、今日も岡本選手に聞くと、あの時、胴上げなんていうのはもう皆さん話し合っていたんですかと聞きましたらね、全然ありませんと、とにかくみんなだけあっていつの間にかあそこに行って長沼さんってことをお話ししたんだと、はい、いうようなことを言ってましたけども、はい、長沼さん、あの一瞬感激というのはやはり長いサッカー生活で忘れられない一瞬じゃないですか。そうですね、まあその胴上げも非常に嬉しかったんですけどね、はい、僕が一番やっぱり嬉しかったのは、うん、あの日試合が済んで帰ってきて、うん、村へ、まあ、これ帰って宿舎へ帰ってですね、もうほとんどの選手が一回ベッドに横になったらそのままの姿でね、うん、全然動けなかったですね、全然口も利かないです。力を尽くしたと、ですからまあ今大会いろんな種目もいるし、サッカーでもいろんな組が出てきましたけどね、あそこまで力を出し尽くした選手が何人いるかと思いますとね、僕はそのことが一番嬉しい。やはりベストを尽くすっていうのは口で言うのは非常に簡単ですけどね、あそこまで出し切るっていうのはね、まあ、マラソンの君原君とかね、それからレスリングの上田君、あの辺は本当にまあそういうことをやってのけた、サッカーの選手たちも全部それをやってくれたということがね、うん、もう何にも増して嬉しかったですね、まあいろいろ国内と話をしておりますと、もう他の金、銀じゃないんだと、サッカーの銅なんていうのはもうそれ以上なんだというようなことをね、よく、まあ、私でも話していましたけども、皆さんどういうふうに感じ取ってらっしゃるんですけどね。まあそれはそういう見方は確かにありますね、サッカーの場合64カ国が出てますからね、あれは64分の3だと思いますね、うん、3位になったというか、はい、まあ、それだけの価値はあると思いますけども、まあ、これそれだけですね、またこれからの4年もこれからがね、ね、うん、しかし楽しみも多いですね、大変ではありますけども、はい、これでヨーロッパ、どの国へ行っても日本のチームが喜んで受け入れてくると思います、まあ、長沼さんも長いね、このサッカー生活でとうとうなんかこう成し遂げたと、なんかやったというふうなこう安心って言ったりしてるんですけども、なんかそういった気持ちがあるんじゃないですか。そうですね、安心というのは、まだ到達したと、ちょっとね、安心と違いますけどね、いわゆる一律型というんですか、日本の言葉で、あの一律型なんかをちょっと一本折ったった感じがしますね、完成だとか終点だとか、そういう、はい、これからが大変だと思いますけどね、
何か土俵を見えたものを一本とにかく追ったったと、うん、まあ、長い日本のサッカー始まってですね、はい、だからここで一エポックと、そうですね、いうような感じを受けますね。そうですね、これで新しいいいスタートが切れると思いますね。これからまた日本に帰りますと日本人がまた後半ありますけど、そうです、まあ、大変ですね。人気はまたどうするんじゃないかと思います。いや、選手も責任が多いですね。まあ、このオリンピックの第3位だけじゃなくて、はい、今後さらにワールドカップの狙ってるチームへの成果といいますかね、というように応援していただきたいと思います。はい、応援に頑張っていただきたいと、はい、どうもありがとうございました。